4K 解像度っていうのはさまざまな今カメラでもう実現されているので僕らも見慣れているんです。ただ今回のアレクサ35に関して言うとアリテクスチャー、それから新しいカラーサイエンス、これによってもう一個上の映像上質っていうんですかね、そういったものを僕は感じました。新しいカメラで結構問題になるのは様々な外的要因、ストレスによってカメラが止まってしまうとか、そういうなんていうんですかね、撮影止めるわけにいかないので、今回はそのビーチでは、スプラッシュ、しぶきですね、しぶきとか、風、あとは温度の高い温度をちょっと観察しまして、で雪山の方はやっぱり寒さ、これ、氷点下の寒さ、それからあと高い標高で、こういうのをちょっとチェックしようと思って持ってきました。でまた雪山に関して言うと、ハイコントラストの、中で見られるので、そういうこともあってちょっと今回はその2つの状況で観察させていただきました。浪人に取り付けて助手が走ってくれました。なので波打ち際、水は来るわ、砂は来るわっていう状況のストレステストを行いました。最初に持った感想は軽いなと思って、あと、今回僕たち浪人とかに取り付けたんで取り付けやすさっていうのが、僕が一番好きだったのは上の持ち手が外れることが簡単に、あれがすごい女子も喜んでいました。そんなところがすごいなと思いましたし、細かいことではあるんですけど、そういうところがすごいと思いました。前段階でラチチュードがかなり上がった、17ストップラスになったっていうふうに聞いたので、そこを撮影前にテストしようと思ってかなり絞りも開けましたし、光量も耐えた状態で、ガンマチャートを撮影したんですけど、それでどこまでテストをしていいのかわからないっていうぐらいラチチュードがあって、今まで結構ハイキーの撮影で、そのハイキーの撮影の中でハイライトの部分のディテールっていうのをかなり残すっていうのが結構難しくて、コントロールするのにやはり時間がかかったり、あまりよく出なかったりっていうところが多かったんですけど、今回ハイキー目の撮影をしてもハイのディテールっていうのが結構残ってて、絵作りに対してかなり攻めたことができるなっていうふうに、カラコレの時で感じました。すごく幅があると思いました。黒から白までのなんていうんですか、フィルムだと特性曲線みたいに言うんですけど、そんなやつがすごいレンジが広いっていうんですか、それにすごい感動しました。やっぱりさっきも言いましたけど、色再現性がすごいこととカラコレの時だったんですけど、今回そういえば僕海辺で夕景の撮影とかもしたんですけど、その時の赤の感じとか、あとはハイスピードで撮った女性の肌とか結構綺麗でした。あとラチチュードプラスアリテクスチャーを新しく導入されたということで、そちらの方もテストしました。僕たちがそれでどうしても流暢性を出したいっていう風になった時に、やっぱカラーコレクション、カラーグレーディング、ライブグレードでする場合は流暢性を達したりすることってできないんですけど、あえてザラッとした絵を作りたいっていう時には感度を上げて対応してたりすることがあったんですよね。でそうなるとやはりラチチュードの問題ですとか色の乗り方っていうのが普通のノーマルの時と変わってくるんですよ。それに関してアリーのテクスチャーを採用することによってノーマルの感度の状態で流暢性やトーンっていうのをつけやすくてイメージさせやすくなったっていうのが一つ大きなところかなって思いますね。今回その解像度、 4K 解像度、それから HS ですね、ハイスピード120コマ、それから ES 暗部のノイズをこう除去するような、ああいう技術的な一義的なスペックではなく、今回その統合的というんですかね、いろんなものをこう合わせて
でこれ多分このカメラが今後の映像作りちょっともう一個こう一段階ちょっと上がっていくかなっていう感じはします。